の異物やって言われる。おじさん、言え、言え、言え。おごさんはちょっと、もう古い人間なんで。今からは、若いサガット使いが増えてきてるんで。もうね、40代の時代じゃないということですよね。さあ、じゃあ、小本田さんに一言いただきましょう。これやっぱりね、まあ一番東京におって仲のいい小郷くんをね、やっぱりそういう言い方する和田くんはね、まあ怒りゲージを出して戦いましょう。おー、小本田さん、いつものことですよ。まあ、五先ですか、どうします、五先でいきましょう。五先でいきますか。はい、まあ和田くんも周りに煽られてかなり強気の発言してるとこありますけど、ちょうど気合い入っていいんじゃないかと思います。まあ普通に普段は好青年なんですけどね。はい、非常にいい子で。さあ、五先はやはりキャラ差がある程度出ますから、小本田さんも勢いだけではいけないと思います。そうですね、逆に言えば和田くんもそれで一気に持っていけると思いますんで。さあ、 1P2P は決めなくていいの？1P2P は小本田さんと相談して和田くん決めてください。いや、そこはね、カッコつけるとこじゃないよ。 2P が得意だったらマジ 2P に回った方がいい。さあ、 1P ですか。ステージはどうします。じゃあ和田くんに適当、はい、うん、まあとりあえず和田くんさんに初めてもらっていいステージを選んでもらいましょう。はい、スピードどうしますか。スピードはもう和田くんが選んだのでいいですか。何でも OK です。さあ、3速でとりあえず始めて、ホンダステージはちょっと微妙かな、どうかな、とりあえず終わらすかな、終わらす感じですかね。いや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 、時間もあるから。はい、ちょっとステージ準備してます。皆さん少しお待ちください。切らないで。多分和田くんと大郷さん、コマさんの因縁エピソードはないです。あったらやばいです。和田くんでいくつでしたかね。まあまあ個人情報ですから、ね、ごめんなさい、20代ですよね。まあまあ20代ということでしょ。小本田さんの半分ということで。あ、さあ、ワンチャン息子まで会ってもおかしくないですね。親子対決でもおかしくないこの年齢差。さあ、フェイロンステージいいっすかね。 OK だそうです、はい。さあ、では今からスタートです。皆さん応援よろしくお願いします。和田さんと対小本田ブランカ五先。さあ、このカードのやばいところは、まず地上戦ですね。地上戦が、サガットの立ち上キック、これでほとんど、無視されてしまうこと、あと下タイガーに飛んだ時の対空アッパーガット、これがやば、近間アッパーガット、遠間は、立ち台パンチということで、かなり安定しちゃうんですね。さあ、和田くんはあえて 1P を選んだ。いいハンデだと。さあ、出ないが落ち着いているか。さあ、まだ、あおっと、さあ、これ、これは安角。なんか端っこの飛び込みをガードするあたりはなんか、ね、まあそうですね。ただ、ちょっと小本田ブランカも最後勢いでローリング打っちゃったみたいな感じで。さあ、和田くん、知名度的にはね、多分あまり知らない人も多いと思うんですけど、正直サガットでトップクラスです、強さは。さあ、チューチューローリング。さあ、おっと、そういったら圧倒的に負けた。おっと、ブッシュバスターでわざわざ。まあ、和田くんにアドバイス一つ残るのは、まずは対空アッパーガットですね。そこが重要だと思います。素晴らしい。これめっちゃ減ります。序盤のダイアップアッカーとはマジで減ります。いや、しかもね、この和田くんは 1P2P 両方でも対空オッケー、対空アッパーがオッケーの人ですから ね、 ちょっと違いますよ、小村さん。端から飛んでもダイアチ対空とか間に合っちゃうんで。おっと、さあ竜より全然きついんですよね、実は。おっと、エンパラは勝つとなるほど盛り上がってるぞ今。
で、飛んで3ダウンを入れるのも竜より下がっとる方がやっぱ姿勢が低い分ちょっと難しいんですよ。だからまあ大キック一発ぐらいなら OK ぐらいな感じで打てるということですね。そうですね。相当3、だ多分3段入んのかな、大キックのやつ。ほとんど入らないイメージですね。大パンからの3段は入るんですけど、それはピオらないので。あ、投げ出した。さあ、2ピットぞ。あ、ちょっと違う。あーっと、これはしっかり入った。ちょっと近かったですね。おっと、しっかり見てる。さあ、今ちょっとナミブっぽく神に行ったら返されましたね。おー、素晴らしい。わからないぞ。そういうことです。あー、さあ、今のもかなり命がけのローリングですね。いやー、ガードされるとやばかったですよ。まあ、ね、そうですね。あるいはまあ思い切ったらアパカでもありですよね。さあ、しっかり出てる。これがちょっと違うか、川崎とは。これがきついんですよ、マジで。ドンピタで飛ぶか、あーと、ミスっている。さあ、この相打ちがすげえきついんです。さあ、やることがない。もう3段決めるしかないんだが、それは100も下がっとば承知。さあ、出る。素晴らしい。ここまで引きつけるか。まあ、ただ今のは小本さんもちょっと餌巻きまでありますね。まあ、飛ぶと見せかけてね。まだ2ラウンド までだし、まあ1回ぐらいは食らってもいいかみたいな。そうですね。おっと、台足がうまい。台足食らっちゃって、そうですね。やはりこの接近戦でブランカは何度かするしかない。さすがにサガットは一発がない分、この体力差はきついかと思ったが、思ったら意外とそうでもないんですよ。これローリングをなんか小本さんは当てないときつい気がするな。さあ、台足タイプが、もう全然わからない。これですよ、これだけど、もう、しっかりうまい。回り込んだ。さあ、もうきついぞ。もうきついぞ。あーと、台足素晴らしいね。全然下がった有利なんです、これ。まあ、そうなんだけど、和田くんもね、まあ、冷静ですよね。冷静、しっかりと大足対空の前をね、キープしてるんで。さあ、若い力が躍動してるぞ。やはり、いや、今のところビビってないのはいいですよね、非常に。やはりこれが若さか。おっと、素晴らしい。これは関東の下がっとらのガードか、今のワンピーだから。いや、それは白い下がっとでしょ。別に関東の坂と全部がワンピーが出ねえわけじゃないと思うんですけど。さあ、やはり攻めがここで終わっちゃうんですよね。正直噛むしかないですよね、接近して噛んだところでそこで終わっちゃうんで、割り切って別に噛まれ安定でいいと思われると。このステップ、おっと、さあ、これはけ、あ、そうですね。まあ、ステップからの噛みつきをどれだけね、餌巻きでできるかってことですね。ただ裏タクがないんですよ、前捨てに対して。それを止めようと思っても、サガトがフル技でタッチオキックなんで、あんまりその裏を逆に取ろうって言っても難しいんですよね。素晴らしい。おっと、素晴らしい。中パンチ置いてくる。さあ、今それはスカルやつ。これはうまい。さすが、ややサガトとやってるだけあって、しっかりと裏を取れる。さあ、小村さんの冴えてる飛び込みが入る。さあ、なるべく近い間合いで戦っていきたいコモダブランカですが、うわ、素晴らしい。タッチ昇格強い。さあ、しかしやっぱりこの離れた間合いのダメージを取って、どれだけ取っていけるかですよね。さあ、別にこれはそう、アパカを釣ってるんですが打ってくれませんね。さあ、リバタ投げ。さあ、きちーた。うわ、大足。さあ、出ないが、まだ全然大丈夫。しかし、この、おっと、あーっと、まあ、おー、さあ、和田くんもちょっと、さすがに3度目のミスは許してくれなかった。ちょっとごちゃらせられましたね、今のね。いや、対空アッパーが2回出なかったですからね。やはり対空アッパーガットがちゃんと出るか出ないかが、このカード、肝です。さあ、いい格好して 1P を行ったのが失敗だったか。いや、でもさっき出なかったの 2P ですからね。おっと、さあ、代々ピオリはしないが、おお、素晴らしい。台足打てる場合ではガンガン打った方がいいと思いますけどね。そう、こんな感じで間に合うんですね、今の。まあ、Sサガほどじゃないですが、あん、ま、さあ、きついですよ、これ。だ、スライディングとか台足を食らわなかったらサガットはかなり安定する。そうですね。こんな感じでやられると、ちゃんと上見てる。やばいんですね。おっと、兄貴がブーイング。
さあ、兄貴はどっちの味方なんですかね。さあ、あと大キック、ちょっと前を間違ったか。あー、ラウリングミスった。さあ、コメントでキャラ差はどれぐらいありますかと。キャラ差は7、3から8、2です。7、3から8、2、まあ 7.5 あたりと思ってください。まあ、アッパーガットが完璧に出るという仮定の元のダイヤではありますが、さあ、遠距離から大キック。ただそれリードできるとブランカもちょっと余裕が出るんですが、たださっき逆転したラウンドもあるように、あと反撃入れてない。ただもう駒田さんが接近戦をできるようになってるんで、ちょっともう駒田ペースですね、完全に。まあ遠距離戦したいですよね。そうです。さあ、おっとリバーサル、ちょっとスライディングを怖がりすぎてるというか、あと間合いをミスってますね。これはサガットが有利です。さあ、垂直ジャンプにちょっとやりましたね。おー、足払いの戻りに噛みつけ、これが神の神。ちょっと駒田プレッシャーにやられてる感はあります。さあ、しかしね、和田くんもやっぱ普段の力を出しさえすればね。正直歩きはほぼほぼ仕方でいいと思うんですけどね。本当に掴まれる前まで来た時以外はボタン押さなくていいぐらいだと思います。このスライディングクラウド、さあ、めくりは食らうと死んじゃいますね。ね、アマゾンリバーランを食らうと一気になんかちょっと、まあ、分からなくなりますよね。ダイヤシとアマゾンリバーランは食らっちゃいけない技ですね、ごちゃらせられるんで。これですね、ちょっとあの辺で暴れちゃうのはよろしくないですね。ああなったら一貫ガンガードの方がむしろいいです。さあ、ちょっとジャンプ台系を食らいまくってるが、しかしこのラウンドはサガットの試合ができてますね。さあ、ギャラリーはレジェンドと若手どっち応援するのか本当に難しいところ。さあ、マイステはまあまだいいですね。素晴らしい垂直でかわすが、これは厳しいか、駒田ブランカ。おっとちょっとミスったな。おっと、台足ミスったな。ま、さあ、台足がアホみたいで、台球が出ない。飛び方を変えてる。さすが駒田ブランカ、飛び方を変えて微妙に調整してる。まあ多分立ち台バンドがいろいろ手はあると思うんですけどね。さあ、やはり竜と違うんでね、波動ファイヤー波動っぽくしたタイガーを打つのはあまりおすすめできません。さあ、やっぱり大阪にいるブランカだ、ちょっとだからこの変幻自在さがちょっと違うって感じですかね。さすがの和田君もちょっと焦ってる。まああんまりブランカ戦の経験はないでしょうね、正直。さあ、ここに出ない、そしてで、あれが出るか出ないかで全然違うんで、あれも横から大パンで殴れると思うんですが、さあどうだこの体力。おお、素晴らしい。見てから出してますね。ちょっと遠いかなと思ったところ、ジェノサイドに対空、チョコ材のやつだ。レジェンド相手にちょっとやったぞ今のは。さあ、素晴らしい。さあ、さあゼロフレ投げ。さあ、距離が、この距離は危険な距離。しっかりアマゾンリバランガードしてる。さすがの、こうなると駒田さんも。さあ、出ますね。これは素晴らしい。削りにはいかない。さあ、しゃがみパンチ。歩いたところ、あっち行けパンチしたぞ。まあ、冷静さを取り戻しましたね。かなり。さあ、3-3、これは分からなくなった。さあ、お互い出すものはある程度出した感があるので、こっからはもうねじり合いですね。そう、経験が勝つか若さが勝つか、これは今後の我々のスタッツライフにも影響する。さあ、3段入った。まあ、駒田ブランカーしょうがないですね。いやー、駒田ブランカーの思い切った飛び、1点読み通されましたが、
まああれは仕方ないですよね、もう。まあちょっとその読まれたまでの経緯をどう受け取るかですね。おっと大パンチ。さあ大足対空が完全に攻略された感はありますが、おお、しっかり飛んでる。ちょっと焦って取り返そうとしすぎですね。まあこの体力差はしょうがないんですが、さあ飛び込みが冴える。これがコモダブランカのこの経験から来る感か。まああのプレッシャーがあるんで早めに勝負つけたいっていうのは分かるんですが、やっぱりじっくりじっくり時間を使ってじっくり遠距離戦に持っていきたいですね、うん、そういう感じでのんびりやりたいですね、サガット側は。さあコモダブランカリーチ。さあまたもう三段が入る。さあこの体力差はさすがにきつい。あの場合で下タイガーはね、やっぱ相当絶対に飛ばれないという自信があるときしか打っちゃいけないんですが、なかなか難しいですね。アマゾンリバーナと台足の差し込みが本当にコモダブランカすごい。ただまだ逆転全然できますからね、これ。さあアパカ一発で終わる。もう分かんないですよ。おー素晴らしい。一瞬の隙をついたコモダブランカ、すごい。ナイスバーチカルでしたね、今。コモダさん得意のフィニッシュですね、今のは。さあ、ただ慌てる必要はないと思いますね、全然。おっと、おっと、さあ、台形ピオラナイン。サガットは回復は遅いです。素晴らしい。勝ったのはコモブラ、コモダブランカの勝利。さあ勝ったコモダさん、コモダさんコメントお願いします。おっと、まあ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 、なかなか頑張っちゃるな。うん、まあまだまだじゃの。うん、ね、正直言うわ、小郷くんのが強い。やっぱり小郷くんのが強いです。うん、ただめちゃめちゃ半年前に会った時に比べたら、もうありえないぐらい強いですね。こういう結構、けらさのある対戦なんで、もう、正直言って今勝ったのは、僕の経験値の方があっただけの話です。途中で、まあ、最初、コパンで飛んでるところを、踏み込まれてしゃがみ大キックで対空されて落とされてたのを、目の前までタイガーショットの球を待って、踏み込んで、ジャンプ大キックに変えたんで、途中からめり込み出したのに、和田君が対処できなかったと。まあそこの経験値の差がこのまあ結果につながったかなというところなんで、全然戦い方自体は和田君は全然間違ってないなと。ただね、まあこの後も対戦やって経験値詰めば多分ブランカには負けないであろうっていうぐらいのスキルはあると思います。まあ楽しかったです、ありがとうございました。はい、的確なコメントありがとうございました。すごい的確なコメントでしたね。和田君は、あ、いましたね。じゃあ和田君の方にもコメントもらいたいと思います。ちょっと悔しいですけど、ちょっと今回キャラ差のある戦いだったんですけど、まあ僕自体ブランカ戦あんまやったことなくて、まあこれはただの言い訳になっちゃうんですけど、ちょっとブランカ使い自体がかなり少なくて、もっとやりたいんですけど、今回はまあちょっと対空の選択がかなり間違えてしまったんで、そこのところをちょっと詰めていきたいと思います。ありがとうございました。そうですね、まあちょっと知識不足の面があった、そこを小田さんがうまくついたというところありますね。そうですね、でも逆に小田さんが来る機会珍しいので、この動画っていうのは和田君にとっては非常に貴重な動画になると思いますので、これをバネに。さあ、まああとめくりに対してもちょっとうん、そうですね、対象が今一つだったかなという、そこぐらいですかね。その二つ覚えればもう下がっブランカ戦はかなり優位に立ち回れる実力はあると思いますね。そうですね、まあ、あとはタイマンはもう気力の問題なんで、遠距離戦どんなに折れそうなっても遠距離戦しっかり続けるっていうところ大事やったんじゃないかなとも思います。まあ温かい目でまあみんな和田君を見守っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあこれでまあ